to North Village!今日は新刊のインタビューということで、はい、うん、じゃあ一発目、はい、第一章仕事をテーマにしたところで、はい、一つ目の、来てる質問がバイトをクビになりました。将来が不安です。こんな時期だからこそ国はもっと保障するべきじゃないか。国、あ、まず国に文句があるなら政治家になればいいんじゃね、うん、っていうまず俺は思う、うん、うん、でまあ仲間でもそういう例もいるし、あんま国がとかいう話が飲み会で盛り上がらないっていう、うん、盛り上がるとしたら、うん、じゃあマジ政治家になって、まあ、要は国がって、まあ、これ法律を変えるってことでしょ、うん、法律を変えるには政治家になるしかねえんだから、分かんない分かんない、なんかすげえデモとかやってもいいけどさ、うん、結局その法律変えるのは政治家なわけじゃん、うんうんうん、だったら結構俺だって仲間と一緒にこの本と情熱だけあれば受かるよっていう政治家のマニュアル出してるからさ面白きこともなき面白くって、あれで俺ら知ってるだけで100人近いやつが市議会議員とか県会議員だけどね、もうなってんだよ。例えばじゃあこの今回のコロナって、うん、まあ、誰も予測してなく急に起こったことじゃないですか、うん、急にまあこの瞬間いきなり政治家になるのはまあなかなかね、うんうん、難しくて、この瞬間、うん、瞬間で言えば受け身になるじゃないですか、うん、その補助金とかもろもろとかに対しては受け身になりますよね、うん、でそれに対してこういやそれじゃあ自分の生活がとかなんやとか、うん、そういうのに危機感であったりとか不満であったりとか思うっていうものに対してはどう思います、うん、自分だったらとしか言いようがないけど、うん、まあ、クビになったとしてはでもノリノリで募集してるのいっぱいあるでしょなんかウーバーイーツとかなんかいろいろスーパーのなんとかとか、うん、その中で一番テンション高そうなものを探してやるんじゃないかな。ほんで多分もうストーリーとして本当めっちゃやりたくて夢とか持ってたバイトだったんだけどコロナでクビになったからなんかどうしようかなと思いながらいやいやこのバイトを始めたけど2年後ぐらいにやっぱサインだったみたいなこれだったみたいなことを言ってる設定でも始めるみたいな。なんか、うん、次の質問が、まあ、店をやってる側の人からのあれなんですけど、うん、頑張って店をオープンしたのに、うん、人がお客さんは来ないし家賃はかかる八方塞がりだ、うん、という声に対して、うん、アイムさんならどう声をかけますか。自分の店っていうんで考えたのはそうそうそう、まあ、時期でも自分でも行きたいなと思うようなものやるしかないなと思ったっけ、うん、だから今確かに30人で飲み会やろうぜアッシュアイとは思わなかった。俺もやりたくねえと思ってそういうのやっちゃダメとかじゃなくてあんまやりたくねえなみたいなあるじゃん。だからそういう類の店だったら変えなきゃいけないよね、うん、俺は今自分がこう行くのはそのまあ軽い飲み会はしてるけど、うん、でっかいの今はあんまやってないし、うん、今もやっぱ行きたいのは自分がやってる店じゃないけどまあ行って少人数だけどまあちょっとぐらい高くてもいいからすっげえうまいもん食えて、うん、みたいな店だとなんかいい感じだなみたいな、うん、そういう店になってる。もし俺がわーっていう店をやってたとしたら、うん、そっちに行ってんじゃないかな、うん、まあちょっとこう軽く工事して、うん、みんなで話し合って、うん、わかんないもしかしたら偏った沖縄料理とかにするのかわかんないけど、うん、凝ったでもすっげえうめえみたいなでもちょっと高えよみたいな、うん、うんだけどマジ快適だよみたいな、うん、そういう店に飲み屋をやってるという前提だとしたらね、うんうん、変えようかみたいな話になってたかなっていうのは思うけどね、うん、だったら自分が行きたいからやっぱ例えばじゃあそういうコロナとかで、まあ、そうせざるを得ないなんか手を打たなきゃいけないっていう時でも、うん、やっぱ M さんってそれをなんか逆に楽しむみたいなゲーム感覚のところってやっぱ常にありますよね。まあ次がコロナ不景気外出自粛自分ではどうしようもない状況で店の売り上げは最悪不幸な未来しか見えないやはり自分が悪いのだろうか。なんでそれ自己嫌悪に落ちてるんですよ。自爆キャラあれ
何にも悪くないじゃん別に。自分は何も悪くないじゃん別に。だから怒っちゃったことがあって、ちょっとよく言われることかもしれないけど、あんじゃん例のネイティブアメリカンのあれでさ、なんかコントロールできることを頑張って、コントロールできないことは忘れて、そのどっちかを見抜くっていう英知を持ちましょうっていう、うんっていう、なんかその3つ目が俺やっぱさすがと思ったっけ。3つ目何でしたっけ。そのだからコントロールで、これがコントロールできることなのかできないことかを見抜く英知が必要だっていう、まあでもそれは俺は英知とか知恵とか言われても意味不明だから、俺はなんかそれを自分の美学問題だと思ってて、うんうんうん、なんか人によって違うと思うんだよね。ここまでコントロールできて、ここまでコントロールできないっていうのは、ああそか人個人差があるのか、うんだよね多分ね、うんうんうん、だからそれをなんか英知とか神のとか言っちゃうともう意味不明になってきちゃうから、うん、でもその個人によるものって、うん、この人だったらできるけどその人だったらできないのは、うん、もう そいつの問題じゃないですか。成長不足というか、そう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 、できる人はいるわけじゃないですか、うん、コントロールできちゃう人もいる中で、うん、本当にできないことってあるじゃないですか、うんうんうん、でそれはそれだと思うんですけど、うん、でもそっか、個人の中でその瞬間にコントロールできる範囲の話かどうかを見極めろって話なんです、うん、だから例えばじゃあ店の話にするとして、うん、まあ、コロナだなんだかんだでもう大変です、頑張りようもないみたいな、でもコントロールできねえと思うのは即やめろと思うよね、うん、うん、即閉店、あ、なるほど、うん、であまだいけんぞ、だってこういう手があるじゃんっていうなんか感じに思えるなら全力でいこうみたいな、うんうん、そのどっちか決めてなくてどうしますって言われても、うん、なんか手伝いようなくねみたいな、ね、うん、アイムさんってあこれは自分のコントロールできない、うん、もう世界無理だなって思って引いたことってあります、うんうん、なんかイルカになるとかありましたねそんな本出してたねそれは無理そうですね、あんま後ないかな次がコロナ不景気の影響でろくでもない仕事しかない、どうしたらいい仕事を見つけるだろうかネットで探してください興味がないとすぐ突き放すなるほど、でもまずいい仕事とはだよね、まず、うん、やっぱそうなりますよね。あと逆に俺だったらなんか作ろうと思うかも、新しい仕事を、うんうん、なんかねえかなみたいな、例えばちょっと見ると思うんだよ普通にネットとか、俺が今バイト時代でフロームAだったけどあの頃は、うん、とかわーってか見て、うん、でなんかねえなと思ったとして、うん、で次の段階が多分友達とかと話してなんかやばいバイトとかねえかなとか言って、うん、面白いバイトやってるやついねえとかさ、うん、お前かお前の友達でとかさ、たまにだから俺おうと思ったのはカラオケ屋でタンバリン叩くバイトがあって、その俺店始めた仲間の健太ってやつがなんかタンバリンがめっちゃ上手くなっていくわけなんか神がかったタンバリンになっていくわけ、それでなんか時給1200円とか、時給1200円もらってこの神としてのタンバリンって一生使えんなと思ったっけ、これ飲み会とかでタンバリンぐらいカバンに入れてて、スターになるっつうか、今ではボイパとかああいうなんていうの、あれすごいレベルだったらいきなりなんかちょっと飲んでてもさ、うん、ドゥンドゥンドゥンとか言ってめっちゃ上手かったらすごいかっこいいじゃんみたいな、あこういうバイトいいなって思ったり、例えばだけど、うんうん、それ仲間と話して聞いていって、それでもなかったら今だったらメルカリとかなんかいろいろあるんじゃん、うんうん、売ってみよっかなとか、うんうん、サービスを始めますとか、うん、サイト作って出してみようかなみたいな、うんうん、なんかよくいるじゃん、あのマイルの使い方教えますマジかよこいつみたいな、なんだで超わかりやすいっつうか、その月3万だけど絶対年間で36万以上得させますみたいな、海外何回か行く人ならなんか条件外です、海外3回行くとか2回行くとか飛行機こんぐらい乗るとか以外、うん、3万も取るの、え月ね、月、うん、でも年間で36じゃん、だったら何回か飛行機乗るって書いてあったけど、その条件をクリアするような人なら、じゃあ俺なんて月2回も行ってるから、うん、まあ、コロナじゃない時だったら、うん、絶対得します、そうそう、だからそういうなんか俺、実際 2,3 人やったことあるよ、まあ、それ受けてる人、そうやってるやつ、うん、まあ、なんかその界隈だったんだろうけど多分なんかその紹介だったりしたんだけど、ハワイドッツは来てくれたりとかで、まあ、それビジネスなんのつって言って、うん、マイル得意とかで、うん、とか言ってて、ちょっと聞かせてっつったら、あなるほどって、生活もこのカードで切れとか、うんうん、でも確かになって、うん、10分ぐらい聞いただけで、あ確かに数万は浮くなこれっていう感じはした、
確かに俺もなんかもったいないよって言われて、昔マイルも貯めてなかったん で、うんでね、このカードがいいよっていうのを貯めて、うん、で出張とかも全部それで行くようになって、うん、まあ普段もそのカード使うようにしたら、うん、毎年1回ぐらいは家族で全員ビジネスでハワイに旅行できるぐらいになったりとか、まあ、だいぶ違いますよね。そうだよ、それ何十万得してるかって話だよな。そう考えたらな、数百万ですよね。そうだよな、超お得、うん、なんかまあ例えばだけどそんなのだって、ただそういう知識が自分なりにもうちょっと勉強してホームページ1個何万円かで作りゃ始められることではあるじゃん。そんなこと なんかね、なんかねえかなみたいな、うんうん、さっきの質問の付随してその、うん、歩さんにとっていい仕事の定義って何ですか。いい仕事、うん、歩さんって結構いろんな職種、まあ、職人とかも含め、うんうんうん、いろんな仕事とかから、うんうんうん、その厚さというか、うん、すげえっていうとこをピックアップするのすごい得意じゃないですか、うんうんうん、すぐなんか目キラキラさせるイメージがあるんですよね。すごくないその仕事みたいな、でなんかこういう人知り合ったっていう時も、うん、なんかこんな仕事をしてる人でさみたいな、うん、で歩さんにとってそういう尊敬できるなのか、まあ、要はいい仕事ってくくるんだったら、うん、その定義って何なんだろうなっていう。仕事っていうかその人だよな、うん、だから職種とかに対しては何をいい悪いっていう判断基準がなくて、うん、あっていい仕事してるなって思う時がはなんか俺も違うジャンルなんだけどクリエイティブな気持ちをもらうっていうか、うん、頑張るぞみたいなとか、うん、あ俺もこうやろみたいな、うんうん、すごい面白かったのはお寿司屋さんですっげえ高いですみたいな、うん、1人 5,6 万かかるみたいな、うんうん、でなんかもうなんかすごい名前が通った、うん、全部お任せで出てくるわけじゃん、うん、でちょっと出てきて後に俺が質問してすいません大将っつって質問がありますって言って本を作ってて簡単に言うとこう書くことっていうのが決まっています。大体それがなんか寿司屋のネタだとして例えばどう並べっかなとかいろいろ考えるんですよねみたいな。だからそういう意味で言うと今日ここのまだ途中なんですけどこの最初にマグロ出して次にイカ出してなんかちょっと皿出して次にまたなブリ出してとかってどういう風に考えるんですかね、うんうん、みたいな話がすごい面白いのよ、うん、聞かせてもらうと。だから例えば君らの本と一個違うのはまず俺たちには仕入れっていうものがあると、うん、そこで、うん、だから毎日本書くみたいなことなんだよとかさ、うん、おー面白いみたいなさそしてあっちもなんかすごいこう面白がってくれて変な次予約ここからねって秘密の電話番号で教えてくれるみたいなとかあったりとか、うん、なんかそういうのはなんかあこの人すごいいい仕事してる人とか素敵な仕事してる人だなみたいなとか思うよね。うん、なんか、まあ、一個の例だけどそういうなんか人を見るとなんかいい仕事してるなって俺にとってだよ、うん、俺にとって、うん、出す順番から断ってるっていうような仕事の仕方をしてるっていうのが大前提ですよね。なんか自分が本を作るときにこう打ち込んでいく気持ちみたいのを、うん普通考えたら本と寿司なんて全く別だよって言っちゃえば終わりなのに、そういう話をこうなんかあっちも合わせようとしてくれてるわけじゃん。共鳴しようと俺から投げた共鳴ボールをさあっちも受けてくれて、うん、それでやっぱ分かってる人って大体そうだけど例え話がうまいよねやっぱり例えれるんだよねやっぱり何か本筋が分かってるから例えれるんだよね。なんか面白いなと思って、なんかそういう人見ると個人的にだよ世の中的にいいか悪いかは知らないけどそのあこの人いい仕事してるな俺も負けれねえみたいな、うん、気持ちになる時あるな、ね、道順を、うん、上手に教えるのもその街のことをちゃんと見えてないとできないですもんね、うんうん、あそう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 細がると何が見えてる、うん、みたいな。なるほどね、うん、Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.